シリンダーオイル漏れしたから直したっていう話だったんですけどね。もしかするとシリンダーのフロントの側のシールだけ交換してピストンのシールを交換してないんじゃないかっていう。じゃあ交換すればいいんだ。それだけ直るかなっていうのがちょっと甚だ疑問で、というのもこれ結局アタッチメント配管の取り出しがバルブ増設じゃなくて既存のバルブに割り込みかけて、要はこのハイド板のチルトとブームのスイングから取ってるんですけど、それだけじゃこのグラップルの動きがなんか気に入らないと、これを作った人が他のとこからも油圧抜いて合流かけてんですよ。でどうも油圧がいろんなとこに逃げちゃってるみたいで足りない。こっちは綺麗に動くけど本体の旋回が遅いのとスイングが異常に遅いのと、グラップルの旋回このタイヤとかに軽く当てても回んないんですよ。油圧が足りないんだ。全体的に動きが良くなるかと思いきや、うん、全部に行き渡って体力が足んないと。そう、ここだけを自分の理想にの動きに近づけて後のことは一切考えてないっていう。エンジンもなんか乗せ替えたみたいなんですけど、そもそもなんかホースがラジエーターホースが合ってないみたいで、ホースバンドも締まりきってなくて、ホースの隙間からラジエーターのクーラントが漏れ出してるっていう状況でちょっとこれで本当に直しがいがありますね。修理屋としてはね、直せって言われればどこまでも直すけど、費用対効果で考えればね、まあ一つ一つ潰していけばいずれものは良くなるんだけども、まあガン森の中で使うんだったらちょっと厳しいかもね。そうなんですよ。ただね見てくださいよこれ、こっちこっちこっち、なんか気づきません？この配管見てて、これ4本配管なんだ。配管見ててなんか気づきません？全然わかんねえな。これ脱着しなきゃいけないんですよ。脱着ってこれ、結局バケットつけたりとかってこともしなきゃいけないんですよ。なんか気づきません？それに合わせて、もうちょっと上を見ないとダメですよ。うん、ちょっと待ってね。やっぱり素人でよくわかんねえな。あ、もうちょっとカメラは上を向けた方がいいですね。あ、その辺かな、うん、その辺だとちょうど真ん中に見えるかな、これ、うん、あ、外れねえや、これ外すのがめんどくさいんだ。正解。してもう一つ、ストップバルブも何もついてないんですよ、これ。ほんとだ。だから早技でエンジンを止めて早技で目くらかけるかなんかっていう、しかもここ一列に並べちゃってるからスパナーかけるにしても大変なんですよ。かかんないもんね、うん、4つ全部外して。そうだから、後々バケット作業を考えるんであればここの長さも全部変えなきゃいけないんですよね。いらねえでね、こんなの。もうこんなんだったらいらんわ。いらんないよね。ホースだけ繋いどいてくれたらよかったのに。あ、でもこれを外せばバラバラになるんか。ここ外せばバラバラになるんですけど、うんうんうん、結局このベースはもう一回別なとこにつけて、これをこう段違いにしてって、ストップバルブつけて、まあワンタッチつけるかどうかは分かんないですけども、そういう加工をしないとちょっとこれはもうダメっていう。もうただそれを全部外すと思うだけでも厄介ってことね。うん、そうなんですよね。あれ、このグラップルってのは4本配管必要なんですか。まあ通常今だとほらブレーカー配管で電磁バルブか。あ、そうか、回転だから回転も油圧でやってんだ、うん、そうだから通常は今の電磁バルブタイプはブレーカー配管1系統あるいは5本配管なんですけどね。2本配管にして電磁バルブ、うん、か5本配管なんですよ。
五本配管のあと一本って何？ドレン。ドレンだよね。いいんだよね。でこれドレンなしなんですよね。古いタイプのグラップルだとドレンなしっていうのもあるんで、だこれなんかはトラック用の。ドレンないとどうなるんですか？結局何かあった時にあの、あ、そっか、逃げ場がない。逃げ場がねえんだ。あの簡単に、まあ大体ドレンつくのはあの旋回なんですけど、旋回っていうかあのモーターなんですけどね、要は耐圧高くなっちゃってぶっ壊れたりとか。ぶっ壊れるんですか実際？ぶっ壊れますね。ドレンついてないと。まあついてても壊れるときは壊れるけども。ん、ドレン配管というのはどこから出るんですか？このモーターとかそっちから。モーターですね。モーター、回転モーター、うん、旋回モーター。モーターだとまあなきゃないでもいい、まあないなくてもいいっちゃいいんだけども。へえ。ただやっぱりこういう負荷が行き過ぎちゃうんですか、やっぱりそこへ、うん、ショックかかるようなとこだとないと、うーん、あのモーター軸折ったりとか。うーん、そうなんだ。じゃあこれ古いタイプのグラップル？いや、これトラック用のやつです。あ、そうなんですか。そうそう、今でも4本配管っていうのはあるの？あ、海外機だとあるのかな。日本はない、さすがに。ドレンがついてる。6本じゃないですか。え、今4本なの？あのこのブロックに戻ってるのあるんですよ。へえ。チェックバルブついて、あのほらドレンついてるのが少ないから、そこだけで完結。そのモーターのそこのブロックだけで完結させてるん？ここでうまくしてんのか。中でトイパスかけて。でもそんなに負荷が弱まるわけじゃないよね、だから。いや、結局ほらモーターの内圧抜いてシール飛びにくしたりとか、うんうん、そういうあれだから、いらないやつはいらないんですよ、構造が違うんで。結局だからほらあのこの間のウィンチモーター爆発事件みたいな。そうそう。あのあれもドレンがないからついてんですけど、結局まああれの場合はね、ドレンに回る、そもそもまあモーターの中がどうなってるかバラしてないからわかんないですけど、ドレンにもう逃げる間もなく一気にもう完全にロックしたから、一気に高くなって、まあ完全にロックしたわけじゃないんだけど、まあ中がおかしくなったんでしょうね。ドレンに逃げる間もなく一気に軸シール抜けたっていう、まああるっちゃあるトラブルではあるんですけどね。全然話聞く違うけど、俺さっきあっち行ったじゃない、うん、そこに隠れてったこと。いや、そこにいました。え、トラックの陰にいて。あ、じゃあ勝手に歩いてったの俺。そう、歩っていって、で吉岡さんの歩調に合わせてこっちも歩いたから、あの吉岡さんガルバ足が、いや俺本当に気づかなかったよ、冗談抜きで。なんか話し声してるな、あれでもいなくなっちゃったらもう奥行っちゃったんだと思った。あれに気づくとすると鉄砲撃ちやってる人だと思いますよ。俺クマかい。あれキャビンの中に配管が見えますけど、あれはあらら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 。なんか昨日やったみたいな感じだな。まあ結局ほら綺麗で、ほら作って一回も現場出たことない機械だから、これとりあえず店先に置いてた機械だから、要はねこの機械とあったグラップルをこう自分のところで加工して、ああそっかそっか、売り物にしようっていう。なんかエンジンそんでダメでエンジンも乗せ替えたって話だったんですけどね。これなんだっけ、なんとだっけ、コントロチェンジするバルブ、うん、ただ、うん、え、もともと三菱ってこういうところについてんの？あるわけないじゃないですか。ないよね。え、もともと切り替えバルブついてないのこれ？これそんなものないんですよ。あ、そうなんだ。普通はこの配管引っ張るのに別にコントロールバルブ2系統つけるんですよ、うん、でまあ新たにつけるよりも落ち着けで、要はほらスイングとチルトのラインから割り込みかけて切り替えて、まあスイングとチルトやればいいじゃないっていう。で普通は普段はこっち使わないから、だから切り替えてそっちでグラップルと旋回
グラップルの旋回とね開閉をやった方がっていう。三菱は何もう三菱方式だけだったんですかじゃあ。ん？三菱方式？何このコントロールは。コントロール？小松だなんだと。うん、あ操作パターン？操作パターン。あこれ操作パターンじゃないの？違う。あ違うんか。俺の話聞いてました？話聞いてました？あ操作パターンは別にあるね。いいですか？これはこっちねあくまでもグラップルね。グラップルの。ああ開閉と旋回用のコントロールバルブをつけなかったんですよ。あんまりあの顔赤くすると咳出ますからあ操作パターンじゃなくてなんつったさっきじゃなくてなんつった最初なんつったんですけど もう忘れましたよ。もうびっくりしてぶっ飛んでた本当に。操作パターンはあるんだ。チェンジはこれチェンジあんのかな。これよくわかんないですね。ついてるかもしれない。でもこれ縦旋回になってるんですよね。うん、ついてんのかな。でもそうじゃなくてこれはあくまでもグラップルのコントロール切り替えね、うん、結局こことこっちからドロボしてるよと。切り替えドロボ中がもう、うん、切り替え。分かってないっすね。いやこっち流れてるやつも使っちゃってるってことでしょ。要はこっち流れてるやつをバルブで止めちゃってこっち流しちゃってるんですよね。この4本止まんねえのこれで。この4本うーん一応ねこっちに切り替えてるじゃこっちに油流れないから止まるっちゃ止まるんですけど結局このラインの中の分は止まることはないのでラインに入ってる分のオイラもダラダラ出るんですよね。一応止まってじゃあ外せるは外せるんだ。うんただ外すうちに相当量は流れ出るんです。まあね少なくともこっからでもそこからそこまででしょ流れてもね。あ止まるは止まるんだ。止まるは止まるけどもよっぽどオイルは、うん、無駄に出ちゃう、うん